今日で30日目になりましたというか、まあ、10月が今日で最後なんですが、今日いただいたお題です。最近受けたサービスで、嬉しかったこと、そうですね、なんだろう、先週末は軽井沢に行っていてですね、本来入れないとこだと思うんですが、星野屋さんの、ロビー行って、まあ本当は入れないんだけど、なんだか知らないけど、その地元の、まあ、なんていうんですか、サービス場みたいなところがあったんですが、そこに行って、星野屋さんって見学できるんですかって言ったら、なんか電話してくれてですね、1階には入れさせていただいて、で、友達、僕ちょっと1回泊まったことがあったんですけど、一緒に行った友達たちが、まあそこに入れて、まあすごく感動してもらえて、まあそれは良かったなというふうに思いました。なかなか、知らないとというか、電話連絡さえすれば入れていただけたっていうのがなかなか良かったかなというふうに思います。まあ、紅葉の一番いい時期で中の庭園のところまではちょっと見れなかったんですが、まあすごく良かったかなというふうに思います。本日は以上です。